大分県大野郡の一大野郡は大分県にあった郡。明治十一年に行政区画として発足した当時の軍域は下記の区域にあたる。天平十二年頃までに成立したとされる文後国風土記において文後国の八つの郡の一つとして大野郡が挙げられている。同書の大野郡の定によれば大野郡の名は大部分が原野であったことから名付けられたとされる。 範囲は、おおむね、現在の文豪の自然域、臼杵市の一部、佐伯市の一部にあたる。また、上平年間に成立した和名類受賞には、この軍に、田口、王野、小形、三重の四号があったと記されている。臼杵藩領幕府から公認された臼杵藩の御主院村全279家村のうち、王野軍分は143家村である。 旧高級両取調べ町では、本村を分割したり、枝村のいくつかを村小木にして、村高を割り付けているため、数字が158家村に増えている。薄木藩では、この御朱印村を数家村ごとにひとまとめにして、村組という行政上の単位を設けて管理しており、薄木城下にあたる海部群、町屋敷村を除いた278家村は、いずれもこの村組に属していた。 村組は、各地域の事情によりたびたび組み替えが実施されたため、組数、所属も時期によってまちまちだが、文政6年の時点ではほぼ最終的な村組が確定していたと見られている。旧高級領取調べ帳に記載されている、明治初年時点での支配は、以下の通りだが、大野軍については、幕末から明治初年時点の実態とずれが生じている箇所が多く、注意を要する。 1>, 1、川登村2、田野村3、野津市村4、都城村5、南野津村6、関尾村7、桃江村8、三重村9、新田村10、渋岡村11、小野市村12、白山村13、相川村14、牧口村15、南尾形村16、長谷川村17、上尾形村18、 小富士村19、小形村20、上板村21、西大野村22、今市村23、大野村24、田中村25、中板村26、長谷村27、養老村28、井田村29、長谷村30、犬貝村31、柴原村。ありがとうございます。